ホンダは CVCC でマスキー法に対応しました。マツダはどうしたのか。辰富康夫さんの部下である田所智夫さんもロータリーエンジンの未燃焼ガソリンを懸念していました。どんなエンジンでもそうですが、ロータリーエンジンで燃料を燃やし切ることは本当に難しいです。どうすれば未燃焼ガソリンを少なくすることができるのでしょうか。燃焼温度が低すぎるのか、酸素が不足しているのか、すぐに知ることはできません。実は、ロータリーエンジンの燃焼温度は他のエンジンに比べて低いのです。さらに、燃焼速度も遅いのです。これは、他のエンジンに比べて内部表面積が広いためです。このため、窒素酸化物が発生しにくく、主な敵は炭化水素と一酸化炭素になります。ただし、ロータリーエンジンは燃焼温度が低いため、失火しやすく、燃料が燃え尽きないことがよくあります。マツダのロータリーエンジニアたちは考えました。未燃焼のガソリンを燃焼室の後でもう一度燃やすことはできないのか、と。そこで考案されたのが熱反応器、サーマルリアクターです。このシステムはエンジンの排気経路の先頭に設置されます。これによって作動室直後の排気ガスに空気を送ることで未燃焼ガソリンを再燃させることができました。しかし、このシステムには最大の問題があります。1000度 C を超える高温にさらされるということです。高温によってこの容器は膨張収縮を繰り返すことで亀裂が発生してしまうことがあります。それならばと田所さんは言いました。この容器の膨張収縮が問題になるのなら、伸び縮みできるように設計すればよいんですよ。そう言い、熱膨張に対応するスライド機構をサーマルリアクターに導入しました。研究チームはサーマルリアクターでの化学反応を促進するために燃料噴射量も増加させました。ファミリアはサーマルリアクターを搭載した最初のロータリーエンジン車です。この車は1970年に米国に輸出され、毎月2000台以上が出荷されました。そして1973年1月、マツダマスキー法の走行試験に挑みました。サバンナとルーチェという2台のロータリーエンジン車で挑み、見事試験に合格したのです。その後、米国ではロータリーエンジンは抵抗外エンジンとして認められ、カペラやサバンナなどはアメリカの優秀輸入車などにも選出されました。アメリカに上陸してわずか3年で11万台ものロータリーエンジン車が輸出され、マツダとロータリーエンジンは復活したと考えられていました。しかし、第四次中東戦争が始まろうとしていました。かつても現状のような時代を乗り越えた。だからきっと今も乗り越えられる。